どうも皆さん、こんにちは、モントレです。さあ、ということでキャットアンズやっていきますか。今日多分最終回になるかもしれませんね。まあ最終回にできるように、ガンガン進んでいきましょう。これ休むんだな、いきなりで休むで、オールスターですね。お、ヘイシリー、オールスターだが、あら、知恵出場できるわけじゃないのか。くそー、出場できなかったか。葵ちゃんがいる。うわー、でもうわー、監督いるわ。これやめとくわ。最悪2軍に落とされるからな、監督いると。お、ニコニコ来た。このイベント2人で柔軟をやってるのか。こんな子同士いいな。俺も混ぜてとは言いづらい雰囲気だぞ。あ、先輩だ。今グラナダに来たばっかりみたいね。ヘイシリ君、キューピー、お呼びですか。ヘイシリ先輩も一緒にやりませんか。あ、やべ、てかヘイシリって言ったら携帯が起動したわ。3人でストレッチを、あ、3人で行うストレッチ運動もあるし。え、本当に。もちろん、喜んでお相手させていただきます。先輩、鼻の下が伸びてますけど。本当だ、そんなことありません。なぜか敬語になってるし。まあまあ、とにかくやりましょう。時間も限られてるんだから。そうですね。触？先輩、どこ触ってるんですか。ごめん、ほんのり手が滑っちゃって。本当かな。本当なわけないでしょ。さっきから7度目の滑りじゃない。あ、ヘイシリ君。あ、矢部君。ズリディアンス、コーニティを独占して何してるディアンスか。いや、これには深いわけが。オイラを混ぜてほしいディアンス。ごめん、矢部君。ちょうど終わったところ。ごめんね。オイラが来た途端終わりディアンスくん。じゃあ、先輩、またお願いしますね。こちらこそ。で、水木との友情。で、あー、いないか。まあ、変化いくわ。メンタルで、そうか、練習すると。水木は。あ、監督評価、マジで。クソ野郎だな、このコーチ。うわ、監督いるよ。もう、邪魔くせえな。監督の前であんま練習したくないんだけど。まあ、いや、行くか。ちょ、体力あるしな。さすがに大丈夫やろ。お、OK。よかった。いいイベントだった。おい、ヘイシリ。それはもう、強化して選手ですから。秘密の夜間練習がある。どうだ、やらないか。SNT。トレーニングの略だよ。あ、シークレットナイトトレーニング。まあ、虎の方がリスクが高いと。あ、猫の巻き。やりましょう、じゃあ。テレビゲームをやれ。その名もテレビゲーム練習だ。何それ。動体視力を身につける。なるほど。この敵なかなか強いぞ。うわ、しかも。お、どうだ。お、なんかひらめた。この練習を極めました。ただゲーム極めただけじゃねえの。うわ、敏捷、いらな。なんなんこのイベント。なんなんマジで。なんも意味ねえぞこのイベント。水木がいるけど監督いるな。あー、やばいよこれ。精が出るな。調子に乗りすぎだ。まあ、サボり癖ちょっと痛えな。頑張りましょう。サボり癖やばいね。センス丸厚くけど。あ、じゃあこれカットします。はい、すいません、今日普通に飛ばしちゃった。5対1で勝利ですね。なので2位上がりました。だいぶいい成績だな。キャットハンズは、あ、首位か。おお、いいね。これは優秀だわ、キャットハンズ。よし、これ優勝できますね。で、あー、いねえのか、誰も。そうだな。そうか、誰もいない。変化、あー、こんなもんだか。臭い、腐ったおにぎり。うわ、なんなんこれ、めっちゃ。来たー。これ変化球もやんなくていいかもな。
カーブ。あ、いや、でも、いや、やるべきか。まだやるべきだな。いや、サボり癖がきついね、とにかく。とにかくサボり癖がきつい。で、オーダーと。まあ、今回で終われるかな。よし、頑張りましょう。ライオンズね。はい、勝ちました。4対2。余裕っすね。余裕なのかな、これは。微妙なとこだけど。まあ、普通に勝ちました。リーグ優勝来た。あ、リーグ優勝か。あ、見せりゃよかったな。そっか。リーグ優勝か。ってことで、これから日本シリーズですね。ここではね、負けられんから。水木いない。休む。葵ちゃんか。あー、またこいつ。いやー、邪魔くせえな、こいつ。石油。で、友情組んでいきましょう。いいね。よし、日本シリーズドラゴンズ。マジか。まあ、日本シリーズはね、さすがに見せていこうかなと思います。ドラゴンズか。遊ぼう。よし、日本シリーズ最初戦だ。ここまで来たら日本一を目指すでやんす。キャットアンズを応援してくれてきたファンのためにも絶対勝とう。これはもう勝つしかねえよ。行きましょう。中日ドラゴンズ。これよな、これが一番大切。この試合ほど大切じゃないものはない。え、ちょ待って、これセカンド。うわー、セカンドひでえな。調子悪すぎ、みんな。これ下げるか。セカンド下げて、ちょっとさ、上位打線をさ、あー、どうしよっかな。こんなもんか。うん、で、矢部くんと、矢部くんでも守備で使えるからな。あ、でも田村の方が、いやー、どうだろう、微妙だけど、まあ、こっちの方が打つだろう。で、まあ、ドレンを控えにして、これで頑張りましょうか。相手は、うわー、どうだろう。この頃のドラゴンズって強いんかな。2005年でしょ。うわー、ちょっと勘弁してほしいな。ちょっと待って。ドラゴンズ。あ、いや、もう、あとで皆さんで調べてください。で、あ、強えな、ちょっと。ちょっと強えぞ。谷繁いるしな。あー、言わせとか。うわ、ちょ待って、ここら辺出てきたらやべえんだけど。いやー、ちょ待って、これマジかよ。誰だ、先輩。誰だ、マジで。おめえじゃねえか、ヘイシリ。まあ、正直、高騰だけどさ。ほい。こっからクリーンアップか。いや、怖いね。一発あるぞ。ほい。うわ、くそ。下げとくか。谷繁ね。ちょっと待って、コントローラーでさ、バント、これさ、交代どうやんだっけ。あ、これか。外野交代、ちょ、内野交代しとこう。これやばいから、この人たち。ふい。あ、追い込んだね。あ、マジで走んのかよ。あー、ちょ待って、やべえ、守備がガバガバだ。嘘だろ、走ると思わなかったわ。やっべ、オッケー。ちょっとね、ガバ守備を見せてしまいましたが、こっからは頑張っていくんでね。ふい。よし、オッケー。よしよし、危ねえ。誰になる。
やめて。うわぁ、やっぱ来るよなぁ。もう取れねえ、取れねえじゃ打てねえよ、こんな。これさ、ミート打ちにしようかな。高速スライダーが襲ってくるわ。うわぁ、高速スライダーじゃねえんかい。いやー、やばいね。いや、逃げてくなこれ。ちょっと待って、これさ、今思ったんだけどさ、右打者で固めよう。矢部くん、いや、もう行っちゃおう。右打者で固める。うわー、マジスライダー投げるよ、そこは。うわ、ストレートかよ。いやいや、岩瀬打てねえわ。まあ、ストレート狙いでいこう、あくまでも。で、デッド来そうな時はデッド打つ。よし、これはストレート。OK。いや、ホームラン打ちたいね。強打者いねえからな、このチーム。いやー、打てないね、これは。スライダーは全部捨てねえと。なんでだよー。なんでやねん、あれをなんで打てないんだ。くそー、3対1だぞ、やべえぞ。んー、そっか、スケスケランジェリーが撤退したろがいけねえんだよ。なんで撤退すんだよ、あの会社。スライダー、ふい。ドレーン先発にしとくべきだったかな、これ。ふい、どこだ、そっか。お前が取るんかい。倉本、やーべえぞこれ。最悪負けるな。いけ。やるな。大西、ふい。スライダー、オッケー。まあこれいいんだけど、こっからだよな、問題は。よし、オッケー。いなくなった。お、やった、弱いの来た。山北誰だよ、初めて聞いたわ。はい、これ打てるわ。うわー、打てねえわ。強振やめよう。いやでも強振なんだよな、プロテインは。ストレート狙いの。うわー、マジそれダメなの。嘘だろ。なんか変なの来たぞ。もうやめてくれよ。あ、でも投球モーションがちょっと長いからさ、ほら、ちょっと余裕あるぞ。落合、落合、その投球モーションの長さは命取りになるぞ。粘ったるわ、もう。こいや、落合。うわー、入ってる？今の入ってないやろ。くそー、やべえよ、2点取らねえとなのに。ふい、これはショート。いや、やべえな、これ。アレックス、ミート打ちだから攻めよう。押し、ナイス。おい、強襲を抑えた。谷重、ふい。おや、嘘だろ。はい、 OK。 いやー、こっからだよ、問題は。うわ、また帰んのかよ。落合でいいよ。うわー、変なの来たぞ、また V スライダー。何これ。
何このフォーク、打てないよこんなフォーク。よしミート落ちで確実にいくか。スライダーもやめてほしいわ。基本ストレートだけで。あーこれさー、もう何やってんだよ、打球が足りねえよお前。ダメだ、強振でいくしかねえこれ。やべえな。第3球を投げた、スライダーストライク、あと1球です。ツーエンドワンから投げた、速球棒低め、来い、投げました、あぶねえ、ボールカウント2、3、フルカウントから投げました。うわーくそ、マジ3点取られんじゃねえよ最初に。くそ負けたか。いやー不甲斐なし、不甲斐なしだ。くー負けたかー、やっぱ難しいなー。いやーつーことで負けちゃいましたね。なー日本一になれなかった。こんな話というのは大事な話があってな。ミスターキャットハンズとして頑張ってくれないかということで、まあ、ミスターキャットハンズになりました。おめでとうヘイシリ君、やりましたね先輩。それみずきちゃん、おいら負けてらんないでやんす。これ誰だっけ。とにかく今日の俺があるんだ、そして俺はこれからもやっていける、この素晴らしい仲間たちと共に。つうことで、すいませんね。日本一になれなかったわ。ごめんなさい。ちょっと残念だな。まあ、残念でしたが、こういう結果で終わりですね。まあ、能力上げていきますか。安定度。安定度って強いんかな？なんか微妙だよな。よし。まあまあ、でも、そうだね。サクセス、たらまあ悪くないのか、絶好調だろうがそんな変わんない能力になるからな。よし、こんなもんでいいでしょう。まあ継承として使えるかは微妙だな。はい、こんな感じ。うん、つうことで終わりですね今回は。はい、まあこれから次何しようかな。まあいろいろやるタイトルはいっぱいあるんですけど、2013とかもねサクセスいっぱいあるんで、できれば消化していきたいところなんで、まあ、パワープロ10はガンバパワフルズと、あと極悪ヤンキーズか。でこれはね、まあ、昔の動画見てください。これ昔の動画じゃないとね、ちょっと長すぎてえらいことになっとるんで。はい、まあそうだね、極悪ヤンキーズかガンバパワフルズ、このあたりやっていけたらなと、思います。はい、じゃあ次回ね、まあ何やるかちょっと決めてないんですが、まあ何やろうか、考えて、やっていこうと思います。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。さよなら。